どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。3分間ガズレレリズムトレーニングプログラム、今回も始めていきましょう。今回取り上げたいリズムは、はい、このビートはアイランドビートです。16ビートの跳ねてるシャッフルのリズムなんですけど、こう海をねのんびりのんびりこう漂うように、ゆったりと弾きたいんですけど、これねかなり速くなっちゃいがちなんで、めちゃくちゃこれテンポ100で弾くのはかなり難易度高いです。というようにいつものようにテンポは100で3分いってみましょう。かなりゆっくりいきますよ。One, two, three, four. 溜めて鬼のように溜める。A マイナー。体をゆっくりしないと速くなっちゃう。E マイナーセブン。F。すごい、これは溜める技術。 A マイナー。 C いきます。もうちょっと本当は早い方が乗れると思うんですけどね。 D7 トレーニングですから、ゆっくり。ドンドチャッカタッドンブラコド G7。 このチャを相当溜める感じ。ダンドチャッカタッカタ E7。 跳ねてくださいよ。 A マイナードンドチャッ A マイナー。次ちょっとコード早く回す。 F から G7。 C から Am。 D7 から G7。 C から A7。 Dm から G7。 C から Am。D7。 次は G7 いきましょう。止めたりなんかして止まる。はい、 Am。 溜めてよ、難しいでしょ。 C、 C いきます。慌てた。 A7、Dm、 ドチャッとと G7、 はい、 C で終わりましょう。難しかったこれは。これはですね、本当はもうちょっと早い方がやりやすいと思うんですね。ダンダンガチャッカタンガ、ダンダン、このくらいだとやりやすいリズムなんですけど、まあこれはリズムトレーニングですから、遅くやれば遅くやるほどリズムって難しいです。はい、今回これで溜めるっていう感覚をぎっちり味わってください。はい、そういうわけでこのガズレレ3分リズムトレーニングプログラム、これめちゃくちゃ有効ですからね。毎日3分いろんなリズムで取り上げてますから、ちょっとね概要欄に3分リズムトレーニングのこと詳しく書いてあるね、URL 貼っとくんで、そこでちょっと見てもらいたいんですけど、いろんなリズム取り上げてますからね。毎日どのリズムでもいいんで、3分これやってみると、どん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 リズム、自分の中のリズムのね目がこう伸びていきますから、はい、楽しみながらやってください。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。